番笑わせるのがうまいかを競います。おお、私と田村様と千春代表を笑わせる。吹いたら1笑いになりますよね。誰も笑わなかったら0笑い、はい、この笑った数を競っていきたいと思います。やってみよう。カリンさんたちが現役時代やってたことをやります。おワン、ツー、スリーだろー。違います。もうやらない。今日は何の日？誕生日。初笑いの日だよ。笑わないと。いきますよ。ゼロゼロ。へい。僕は笑うとこやろ。いけますよ。テロテロ、ヘイ。これはハートポイント。ハートポイントね。やった。ネタないんだよね。でもね、いいかな。ここでやるか。しょうがないな。なかなか。じゃあね、ちょっとね、俺ね、見た目がこんななんでね、持ちネタがあるんで、あっち、これカメラ目の、あの目線だと思います。いやもう、まあ、まあ、我々から出せればですね、まあ、あの、まあ、騙される子も騙されるので、まあ、はっきり言っても悪いと思うんですよ。まあ、悪いですよね、騙されるのは誰ですからね。じゃあ、コント、誕生日。今日は何の日？誕生日。明日は何の日？誕生日。あなたは何の日？誕生日。つまり毎日？誕生日。今笑ってないのも？今笑ってないこの日も？誕生日。ショートコント。ハートポイント欲しい。ショートコントだから、うん、ボケなきゃいけないんだよね。そうだね。ボケてないよね。広告とか関係なしにやりますね、うん、YouTube とかも関係なしで、うん、あの千春さんが好きな乳首当てゲームします。おお田村さんと谷、はいよ。あ、じゃあ結構いた。誰がお前目標だよお前。じゃあ、あの乳首当てゲームやります。よし、やばい、よし、よし。悪いけど、これ騙されるのが悪いですからね。まあ、我々もこれ仕事でやってますから。私もあんなに最初何も悪いことしてたくて、急にこっちってバーにやってきたんですよ。お金あげるのは私たちに悪いっていう。私も日本に行ってバーに出て日本に行ってまた続けるのも、まだ続けない。あー、なんか待ってることが見えないんですよ、私たち。まだ続けるあ、でも笑い声聞こえます、よしこさんで。
ですか？誰かプーって言ったの誰でしょ？もうすぐやれない。もうネタ変えて。やめてよ。すごい。だから騙される方が悪いじゃんって言ってたの。よろしくね。結果発表。はい、はい、ハートポイントダントツナンバーワンがキクさんです。ハートの強さです。あガッツはあったよね。ガッツ確かに強かった。バラオケさんポイント、はい、ナンバーワンはバナコです。バナコはすごい全然面白くないけど何の心を読んで大変してきたから、それがすごかったよね。全然面白くないよ。いや苦手っすねこういうの。でも面白かったですよ。面白かったですよ。バナコとのカップルは面白かった。何をやるのかな。私はちょっとハートがまだまだだなっていうのと、はい、はい、ちょっと振り切れなかったですね。反省ですね。はい、反省です。はい、ケントは？いや苦手ですね、やっぱりこういうの。今後は笑わせるようにちょっと頑張りたいなって思いました。みんなの見て勉強になりました。楽しかった。まず歌うまかった。うまいな。オペラね、うまい。この動画が良かったと思った人は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。またねー。ホットミル練習生大募集。プロレスラーになりたい。また年齢性別不満あるジェンダー、ボブスレッド運動経験職歴も不満、やる人根性さえあればやるべ。